はい、8月8日おはようございます。今日は、ハンガリーのブダペストに今いるんですけど、近場にあるところを日帰り観光していきたいと思います。ブダペストはね、以前来たことがあるんで、あんまりがっつり観光する予定はもともとなかったんですけど、一応ちょっとね、ブダペスト以外を見てみたいと思うんで、ちょっとそちらの方へ行こうと思います。はい、ブダペストの西駅に来ました。今ね、結構工事してるっぽいですね。まあ結構いろんなところで工事してるっぽい。メトロとかも動いてなかったりするんで、まあ来る方はちょっと注意が必要ですね。で、ここからエステルゴムに行こうと思います。次が何分だ、7時51分できればあれに乗りたいなと思います。はい、チケットはこの券売機で買えると思うんで買っていきたいと思います。はい、ステルゴム行き換えました。7時51分ですね。まあ次の電車って感じです。あと6分ぐらいかな。とりあえず今ね、誰もいないですね、ここ。一応2階席みたいなところに座ってみました。はい、ステルゴム到着しました。ここからでも大聖堂がよく見えますね。本当大きいな、あれ。途中ね、スズキの工場もありましたけど、まあそういう感じで日本とも縁のある街みたいです。はい、今駅前のバス乗り場に来たんですけど、正直ね、どのバスかよく分かんなくてうろしてたら、みんな親切に、このバスだこのバスだとか教えてくれました。ただちょっとね、待ち時間が結構あるんで微妙なんですけど、歩くとちょっとね遠いんで30分以上かかっちゃうんで、まあ一応バスで行こうかなとは思います。チケットはね、ドライバーから買えるみたいで、一応250っぽいこと言ってたんだけど、ほとんど英語は通じないので、まあおそらくそれぐらいかなと思いますけどね。ということでバスを待ちたいと思います。はい、大聖堂到着しました。いや、めちゃくちゃでかいなこれ。ちょっと今ね、工事中っぽいんで、まあ残念な部分はあるんですけど、いやでもなんかすごいな。それでは中の方へね、まあ、どこまで行けるのかわかんないですけど、行ってみたいと思います。はい、アイスを買ってみました。300フォリントなんで100円ぐらいかな、これで。安いですね、そう考えたら。
はい、それでは橋を渡っていこうと思います。まあ、特にやっぱり、ね、何があるわけでもないですね。まあ、一応宣言協定結んでるっぽいんで、まあ、もともとね自由に引きはできるんでしょうけど、まあコロナ禍の時はどうだったのか分かんないけどね。はい、それではハンガリー戻ろうと思います。はい、これからセンテンドレに行きたいと思います。この郊外電車っていう、今度はこれに乗って、45分ぐらいらしいんで、それで向かいたいと思います。はい、センテンドレの駅に到着しましたが、残念なことにちょっとパラパラと雨が降ってきました。まあ、おそらくそんなに暗くないし大丈夫だと思うんだけど、まあ、ちょっと歩いて観光したいと思います。ようこそって書いてある。ブダペスト戻ってきました。まあ、またしばらくちょっとねブラブラしようと思います。
めっちゃ遠い。